海賊ラジオレッズサポーターはもう今や勝ち点1じゃ満足できない状態でしょうね、それはあの試合終わった後ダ謎ンで見ておりましたが、監督のリカルドも同じような気持ちで、勝てる試合だったと、攻撃も5本ぐらい入っていてもいいような形があったし、守備についてもとても良かったと思うと。 そういう気持ちで、これから一試合一試合を戦っていけば、我々が思っているような形で、え、チームの方は成長していくんだろうと思うんです。で、今日も、え、試合が終わった後、サポーターからのお便りが届いているんでね、ご紹介しますが、ニーザの赤い彗星。結果はスコアレスドロー。収作もされど、仙台のゾビークもよく、 両チームのゴールキーパーが目立ちましたね。浦和はチャンスが多かったんですが、仙台のスゴビークを中心とした守備陣に阻まれ、決まらず、ふと考えたのはこういう時、数少ないピンチでやられてしまうか。まあ相手の数少ないチャンスね。そこは、修作が立ちはだかる展開で、手に汗握る90分間でした。勝ちたかったけれど、 負けなくてよかったかなと思っております。もう私はね、負けなくてよかったという気持ちは、今日正直言うと全然なかった。勝ちの3を取れずに、極めて悔しい。負けられけえた。決定機が何度もあっただけに残念です。熱いだろうけれども、勢いをつけてまた戦ってもらいたい。頑張れ。今日はね、二人しか、 え、宣言時間まで、えー、お便りをくれなかったんで、サポーターからの感想はここで終わりますがね。で、今日のサムネイルご覧いただいていますよね。私ね、今日、先発は、コオロギ心臓だって、自分自身で100%思い続けてきちゃったんですね。それは二通りあります。一つは、心臓さんが、 仙台戦で相性がいい。ゴール量産している。もう一つは、新蔵さんにまつわる最近の報道です。それも一体どういう結論になっていくのか、なったのか。私はまだ知るすべがありませんけれども。そういうちょっとした感情から、今日は新蔵さん、先発に使ってもらいたいなと思ったんですが。まあ、後半。 出てきて、ふと思ったのは、心臓さんは、途中出場の選手じゃないんだよな。で、もう今、心臓さんに、彼の良さを、活かして、ゴールを、お膳立てできる選手というのが、洋介が抜けちゃったもんだから。関根だったり、あるいは無藤だったり。 まだ、今、列のキーマになっている、小泉、心臓ラインは出来上がっていないな。私をか、そう感じましたね。だから、武藤が入った時に、あの、なんとも言えない表情で、ロギ心臓と武藤が話し合う場面が、パカッて、ダゾンのカメラが捉えていました。今日は、心臓さんを、ワントップに、 そして、武藤を小泉の位置でよかったんじゃないかなって、私なんか、あくまでも結果論で言わしてもらいますよ。キャスパーユンカーがダメって言ってんじゃないですよ。今、キャスパーは後輩に出てきても十分にお仕事できるんじゃないだろうかなと思って。結果論で語るなと言われますが、今日はあえて結果論で語らせていただきました。いや、今私、